どうも、シネコです。今回はこちらのダットピアというゲームをやっていきたいと思います。このチャンネル初の PC のゲームになります。まあ、パソコンのね、まあ、パソコンで遊べるよ。まあ、遊べるか、パソコンで動くよっていうゲームです。はい。実はですね、ここ最近ですね、BSO の調子が悪いと。で、生配信できる状態でもないということなので、まあ、何かね、大改案をね、探してきたんですけど、まあ、Windows にですね、もともと標準機能で、こういうね、画面を、パソコンの画面を録画するよっていう機能がついてまして、まあ、それをね、使わせていただこう。ということで、今回、こちらのね、今、シュネコが、ちょっとね、ハマっている、ダットピアというゲームね、やっていきます。で、実況出るんだったらね、初めからでもいいんじゃないかと思ったんですが、生活がね、まだ続いてるのでね、一旦、今回のね、一応、今回、あれですね、パソコン、ゲームする、お試しみたいなもんでやっていこうかなと思っていますので、続き、本当の続きからね、やっていきます。もうゲームとか、ゲームじゃない、ギッチョとか関係なしの、本当のシュネコのプライベートでやった続きからですね。こちらのゲームね、意外と頭使うんですよ。で、今多分100日ぐらいね、経過したんですけど、やるか。で、こんな感じでね、ネズミさんがね、ネズミのあれだ、王国作ろうぜ、みたいなものですよ。あー、やだ。いやー、来たよ。やだよ。なんかね、時々ね、戦い起こるんですよね。で、その戦いを、頑張って、ちょっと阻止して、平和な国にしたいんですよ、シネコはね。平和なね、ネズミさんがね、過ごすね、平和な国にしたいんですよ。ただね、邪魔をされるんですよね。邪魔をされちゃうんですよ。兵隊の場所。いやー、こんな上に建ててもいいんかなって、こんな上に、なんか来るか思うけどね。とりあえず建てとこう。で、今ね、シュネコのね、王国には、64人のね、64人とか言ってた、64匹のね、ネズミさんがいてますよと。ネズミさんとか言っててね、ネズミがいてますよと。で、ホームレスが一人いてますね。ごめんね。ちょっと待ってね。で、税金とかもね、そう。このゲームね、税金取れるんですよね、住民からね。今、未払い税金が4795コインですね。誰も払ってないじゃん。おい。どうなってんだよ。で、今ね、こんな風にね、税をね、つけてますね。なんだこの選択税とかね。お酒肉高騰税とかね、一体何なんだと思うけどね。基本税とかね。処理税とかありますね。所得税じゃないんですよ。持ってる金額からね、毎期奪い取るんですよね。言い方悪い。奪い取る。ごめんね、言って。ちょっとお金取らしてね、みたいな。ごめんよ、言ってね。もう、ごめんね、だよ。今回ね、こんな感じで臨機過ごすよみたいな感じのところだけね、お見せできたらいいかなと思うので、そんな感じでね、シュネコのね、キッチを加えながらのんびり見ていてくれたら嬉しいなと思います。お試しですからね。で、もし、この動画ね、人気であったら、ちょっと比率化しようかなと思います。ただ、どっから続きするかはね、わかりませんけど。こちらの続きになるか、なんか、
なんかがね、とか言って、まあそんな感じですよ。うん、そんな感じです。で、間もなく、住民じゃないな、あの敵が来ますね。てか、どっから敵来るんだろうねって思ったりするんですけど、どっから敵来るんだ？ちゃんとね、あの、お墓も建てたんですよ。ごめんね、言いながらね、建てたんですよ。ってことはもう何人かね、あの、お亡くなりになってるんですよ。ごめんね、言って。申し訳ないな、言ってね。はい、すいません。ちょっとね、あの、録画一旦止めてしまったけど、再開します。もしかしたらね、なんかあの、とんでもないところで切ってるかもしれませんが。で、間もなくね、敵が来るようなの、何？え？怖い怖い。いやだ、投資しない、投資しないよ。お金ねえんだよ。いや、嫌です。おことですおこと。こんなね、もう怪しい商売にはね、乗りませんよ、言って。乗らないぞ、言って。で、いやー、やばいぞ、来るな、敵が来るな。ね、まあ、こっちも戦わないといけないんですよね。嫌だなぁ。いや、ま、いやー、間に合わんなぁ。やってきまーす。あれ？なんかいつもと違うな。あれ？なんかね、いつも、なんかゾンビの絵だったんですけど。ん？誰？ゾンビの絵だったんですけどね。誰だ？ん？誰？どこだ？下、ごめんね。下やったわ。申し訳ないわ。誰か、まだゾンビやった。いつも通りやったな。ごめんね。戦うぞ。戦うよ。ありがとう。よし、ごめんね。あの、一応上位までありますからね。この町、この村、この都市。あの、まあ、一応ね、上位もありますから。一応、同時に二人ならね。なんだ、埋まったぞ。同時2人までなら、あの、面倒に切れますね。ごめん、ゾンビだな。うわ、ごめんね。ごめんよ。なんか全部ごめんよってな。どうだ？まだか？まだっぽいな。あと1人ぐらい来そうですね。下だよ。みんな下だよ。なんかめっちゃ集まってんな。これダメだよ。え？お？おう。やったー。耐え抜いたぞ。犯罪者がいるな。なんかこの町か村ね、犯罪者いるんですよ。で、あの、うちの犯罪者はね、あの、ま、警察署が、ありまして、そちらでね、捕まえてくれるんですけど、まあ、なんせ警察署2つしかないからね、今、この町、この村ね、ないので、な、そんなにね、あの、ま、警察も手が空いてないんですよね。で、このゲーム、一番大事なのが、多分水ですね。水食料がね、非常に大事です。うん。食料ないとね、このネズミさんたちね、生きていけ、いけていかんだよ。まあ、あの、生きれないですしね。で、あと、あれですよ。あとなんか楽しみがね、ないよとか言われるのでね、楽しみをね、作ってあげたいですよね。まあ、作ってあげたいですよね。っていうか、まあ、マシュネコはね、まあ、作らないといけないんですよね。私が作らんとダメなんですよね。あ、もうみんな寝る時間ですね。おやすみ。ただ、私は働くよ。ちょっと墓の上通過です。墓の上を通過させまして、ベッドなかったからね。二段ベッド。まあ、まあ、一応ね、基本方針としてはね、まあ、もう安全だね。安全な生活を送ってほしいからね。危険な橋渡りません。あの、危険な橋はね、まあ、渡りませんからね。イベント会場作るか。よし。みんな作るんだ。頑張れ。こっちはただ単にあれだ。これ作ってねって言うだけだからね。あとは君たちで頑張るんだ。頑張れよ。頑張るんだよ、機動戦部中。今、お肉じゃない。食材が290ありますね。結構安定してますね。これ今夏だからですね。
秋になったらね、あ、秋じゃない、冬になったら、作物育たなくなるんだよね。待ってるんはあれですよ。餓死しちゃうんですよ、この子たち。嫌だよね。あ、ちゃうよ。戻れ。一人ね、新たにね、受け入れました、住民。今、66ですね。多いな。最大です。不満持ったな。ごめんよ。何が足らない？多分楽しみなんだろうな。ごめんね。そう、こうなるんですよね。で、こうなったらね、一定時間経ったら、暴動を起こすか、ちゃんとね、収まってくれたらいいんですけど、まあ、収まってくれないんだろうな。暴動か。暴動。また暴動か、言って。なんだ、なんか、さっきから、建造物の基盤なしとか言われてるんだけど、なんでだ。訓練所だともう少しだな。訓練所もう少しで、訓練所がもう少しで、なんか誰か迷子になってるな。迷子多くないか、これ。ごめんね、みんな。ごめんね。てか、待って、ここよく登れんな。ここみんなよく登れるね。いや、手が空いてる子がいないんだろうな、多分。もうちょっと、あれだな。手空いてる住民を増やすか。ってね、考えたりするんですよ。このゲームね、すごいよ。脳内にぐるぐる回ってるしね、このね、脳内が。で、まあ一応今ね、経済的には回ってそうなんですが、ちょっとね、この、政府のね、支給金をね、ちょっと増やしてもいいな。100にしよっか。120以下ね、お金120以下しかない子に、まあ100コインね、払うよっていうあれなんですよ。で、その代わり、ちょっと基本税を収入の 5% から 6% に引き上げます。ごめんね。ちょっとね、これでちょっと不満持った子さらに増えるんじゃないかな。まあちょっと、じゃないとね、このちょっと収支がね、成り立たないんですよね。今なんとか、今、でも、1267払ってくれてますね。でも、全体の3割、2割ぐらいしか払ってくれないんだな。全部払ってくれよ。ね、君たちお金持ってるでしょ？とか言って。もう一言ですよね。君たち金持ってるでしょ？言って。ごめんね、払ってくれないかな？言って。嫌だ、払いたくない！とか言ってね。政府に金なんか使いたくないよ！とか言われるんですよ。まあ、そんな言われないですけどね。いけるかな？あとちょっとだぞ。イベント会場作るぞ。手空いてるこれイベント会場作るぞ。こんにちは。なんかね、どっち挨拶してくれるんですよね。嬉しいなとか思いながら。で、楽しみ。よしよし。できるね。ああ、建造物のあれがないな。ああ。誰かちょっと月持ってくれない？足りないんだって、月が。あとちょっと足りないんだってさ、月。誰もいいからさ、月をちょっと、拾ってくれないか？拾ってくれない？嫌だって？なんか言うこと聞きたくないって。オッケー、いける。よし、頑張れ。よしよしよし、よし、オッケー、ありがとう。よーし。廃棄だ。で、廃棄すると、働いてくれるんですよ。今、眠ってますね。寝たいんだろうね。ごめんね、言って。これでちょっと楽しみのあれが、どうだろうな。ちょっと、量中減るかな。まあ、パンも作ってるからね。で、ちゃんとビールもね、飲めるよ、みたいな感じで。娯楽ですね。娯楽がね、ありますね。この村、この町、今、人口66匹いるんですけど、そのうちの54匹が、楽しみ欲しいよ言ってますね。
どんだけ楽しみなんだろうね。ここ、どんだけ楽しみねえんだ、もちろん。そんな楽しみなかったかな。でも、ここは、よしよし、みんな。よしよしよし。ここでね。ああ、寝ちゃったわ。ここでね、なんか落としたら寝ましたね。あれ？何これ？え、コナン作ったっけ？なんか、得体の知れないもんができてるな。あれ？こんなもん作ったかな？なんか変なもんできてますけど、まあ、気にしないでおきましょう。起動セーブ入って、熱いと。ほんと。こうなると作物が育たなくなるんですよね。10%。まあ、冬よりかはマシです。冬なんかでエパーですからね。冬なんか育たないから、もう冬になったら終わりですよ。もうね、冬眠しないように。じゃあ冬眠じゃないわ。昔しないように頑張っていくだけですよ。なのでね、今のうちに食料をいっぱい集めとってないんですよね。夏の間に。よーし、収まったぞ。不満が収まったらしいですね。やったぜ。ありがとうみんな、言って。今、食料的にはですね。あ、あれ？ちょっと中階層の人が一人減っちゃったな。なんか足らんかったんかな。確か、この、あやね、あ、じゃあ、原食と中毒じゃねえわ。生活用品が足りないんだね。生活用品こんな風にね、土器とかね、まあ、革袋とかそういうので、生活用品のレベルが上がっていったら、ランクがね、森林のランクが上がっていくんですよ。そうすると、まあ、いっぱいね、税金払ってくれるかな。いっぱい税金払ってくれるかなみたいな感じなんですよね。食料がないんかな。うさぎ肉がないんか。いや、ちょっと皮がないんだな。いや、ちょっと皮を同時で作れるようにしといて、で、皮用品を今、皮用品ってか、皮袋を今、あれだね、運んでくれてる子がいてるので、まあ、一応、町の中心は一旦ここなのでね。まあ、ここが中心なので、そこにね、袋を入れてくれてますね。ああ、7個ありますね。あれ、じゃあ、みんなこっから取っていったらいいのにな。こっから皮袋取るかいって。まあ、それか、あれか、お金が少ないんだな。うん、だから、まあ、市中心だな。市中心でどうにかせんとダメだな。そうだな。ちょっと、変えるか、法律。うさぎ肉高騰税を、ちょっとね、値段少なくします。っていうこともできるんですよね。まあ、16にしよう。で、革製品が20なんでね、洗濯税20、高いな。トイレが30です。トイレも少なく28くらいでいいんじゃないか？今別にね、そんなお金、政府にお金があるかどうかは、まあ、ないんですけど、まあ、そんなないんですよね。地域1万7000ぐらいあったのでね。で、まあ一応、まあ、この造幣局でね、作ってくれてるから、まあ、あとは、まあ、あれだ。もう造幣よ、造幣。造幣して、お金を貯めてやれ。じゃあな、お金を作ってやれみたいな感じですね。で、まあ、イベント会場が今3個ぐらいですね。で、一応、闘技場もあるんですけど、そこまで使ってくれてないかな。いや、使ってるな。ビールもお水がないと作れないのでね。みたいな感じですよ。なんか、もう一回さっき言うと、声ちっちゃかったもん。噛んだよ。声ちっちゃかったかもしれませんね。マイク外したからね。ちょっと。で、お水湧いてるね。で、お水を拾って、またね、どっかに入れてくれたらいいんですよ。で、今、革製品作ってるから。食料的には大丈夫かな？あれ、葉っぱがないか。今、葉っぱなさそうだな。いや、こういうのね、管理していかないといけないですよね。大変ですよね。はい。こんな感じでね、喋ってきましたけど、で、終わるタイミングをね、見失ってるかな。
見失ったかな。トイレももうちょっとあってもいいかもな。てかトイレ外にダメかな。トイレ外にだからドドドンつけてダメかな。でこのねウサギの穴からねあのウサギさんがね今出てくるんですよね。でまああの冬の間はこういうね草とかねそういうの育たないので、もう冬の間はちょっと残念ながらねうさぎさんのニョキをね大事にしながらね大事にしながらねありがたみを知りながらね、まあこの泉は、まあ、暮らしていってわけですよ、ね。あでも今年食料あるな、まあ、今年ってかゲーム内の今年ね、いやあるぞ、結構あるな。319中もあるな。66匹なので319、4日3日ぐらい生き残れるか。でもね、まあ、冬12匹ぐらいあるのでね、まだ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 なんですよね。いやー食料増えていくね、食料増えていくね言って、で税金も払ってくれてるかな。あー半分ぐらいですね。なのであれかな、まあ税務署増やすか、税だ税をくれ言って増やすかみたいなこともね考えれますね。はい、よし、じゃあですね、あ葉っぱがないな。え待って、葉っぱないとダメだな。食料無理だぞ。今後の食料てか減るんじゃないか。ウサギとかもね、一応ウサギ牧場でね育ててる子がいてるんですけど、いやその子もあれだよね、ウサギ牧、やばいか、なんか終わろうとしたけど終われない雰囲気だよ。いやちょっと食料危機にまた起きるかもしれませんね。いやーなんとかね1年目2年目は耐え抜いたんですよね、頑張ってね。あーごめんね、なんかなんか取ろうとしたんかな。楽しみ必要な人がめっちゃ多いな、やめてくれよ、思うぐらい多いな。ちょっと待ってよ。これ、あ、ちょ、なんか強引にしちゃった。ごめん、解除。ごめん。なんか誰か強引にしちゃったわ。一旦、鍵場を、ここにも作るか。暑いね。鍵場ここにも作って、鍵場？あ、違う、狩り場じゃない。違う。ケッチ。違う。命令と消し。狩り場じゃないな。最終、あと、足らん。草が足らん。誰だ？ちょっと葉っぱ誰か。葉を、葉っぱ誰か。ちょっと葉っぱをさ、葉っぱ取ってくれないんだよね。みんなどこ行くんだ？え、みんなどこ行ってんだ、これ。え、これどこ行くの？あ、そっちの葉っぱか。じゃあ、ウサギか。あ、上の葉。いや、ちょっともうちょい近いとこ取ろうよ。なに、だからあれなんじゃない、葉っぱ足りないとか言われるんじゃないか。ちゃんとちょっと至近距離でさ、動こうぜ。みんな、頑張ろうよ。ほい。まあ、っていう感じでね、のんびりやっていってるみたいな感じですね。で、また、まあ、一旦ね、今回の動画は、ここのこんな感じで終わるかなと思うんですけど、またもしかしたらね、次回あるかもしれませんよ、というところで、もしその動画、ご視聴の方と思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いします。ってことで、次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。セーブはしっかりしときます。